イギリス国鉄482系電車は1992年に導入されたウォータールーシティ専用の電車。482系電車は1940年代に製造され、老朽化していた487型電車の置き換え用として1992年、1993年に導入された。同時期に製造されたロンドン地下鉄。 セントラル専用1992系電車とほぼ同一の設計である。ユニット番号482,501から510の2両ユニット10組がアブで製造された。各ユニットは車両番号65,501から510の制御、電動車、67,501から510の中間電動車で構成される。2組のユニットが制御電動車が外側を向くように、 連結されて運用される。ネットワークサウスイーストの標準塗装で収益したが、内装は1992系電車と同じ赤系とされた。1994年4月1日にウォータールーシティ線の運営がロンドン地下鉄に移管され、ネットワークサウスイーストのロゴマークとユニット番号はほどなく消去されたが、塗装は変更されないまま運用され、2006年の 更新時に、ロンドン地下鉄標準塗装への変更、ラインカラーを基調にした青系の内装への交換が行われている。ロンドン地下鉄移管後については、ロンドン地下鉄1992系電車を参照のこと。ありがとうございます。